今日で世界は滅亡します。おっと、最後の一日何をしますか？最後の晩餐も教えてください。最後の一日は、友達とずっとカラオケしてるかもしれないですね。私、歌を歌うの好きで、音痴なんですけど、最後の日ぐらいは、何も気にせず歌いたいですね。で、その時に、もう好きな、ウーバーイーツでもうピザとか、ウーバーイーツとかもやってるかわかんないですしね。大好きなピザとかみんなでシェアしながら普通にですね。楽しんでなって感じですね。はい。24時間だけ透明人間になれるとしたら何をしますか？透明人間か。そうですね。とりあえず映画館に行って映画を見まくります。24時間だから12本見れますね、だいたい。いいですね。透明人間だから、チケットいらないので、ね。一番時間有効に使えるんじゃないですかね。パートナーは乗り気ではないのに、千尋さんがエッチしたいときどういったアピールしますか？へへ。カメラに近づいて可愛くアピールしてください。ね、なんとかっていうのは名前です。なんとか、千尋、ちょっとエッチしたいんだけど、どうかな？嫌かな？でもどうしても、したいんだけど、お願い。一緒に、ベッド行こう。みたいな感じですかね。だいたいもうこれで、ちょっと、お願いします。ちょっと恥ずかしいです。